めいちゃんだよ。オッケー。こんにちは。こんにちは。本日は、鷹取町第一観光駐車場の前に来ております。今回登る山なんですけれども、高城山。間違った？間違ってるわ。本日登ります山は鷹取山です。はい、12月にアップした動画でも鷹取山登ってるんですけども、覚えてますか？あの鳥居がいっぱいあったところ、綺麗な景色のところ覚えてる？ああ、そっか。あの山も鷹取山っていうね。上に鷹取神社あったやんか。ただあの山は兵庫県になります。で、今回登る鷹取山は奈良県で、この鷹取山なんですけれども、この鷹取山なんですけれども、三大山城で有名な山になってます。で、三大山城っていうのが、岐阜県の岩村城、岡山県の備中松山城で、最後の一つがこの奈良県の鷹取城になってます。で、飛行の高い山城としてもとても有名で、麓から天守台までの高低差は実に390メートルと、日本三大山城の中でも最も高くて日本一の山城と呼ぶにふさわしい規模の高さとも言われているようです。第一駐車場、無料で駐車もできるんですけれども、はい、交通機関を利用される方は近鉄吉野線の坪坂山駅で下車していただくと、歩いて15分ほどでこの駐車場付近まで、はい、来れます。そして早速行ってみましょうか。で、ですね、この駐車場左曲がってずっとまっすぐ行くと、もうほぼ一本道で鷹取山まで到着するんですけれども、一度ちょっとこの右側戻っていきます。こっちですね。なぜかというと、こちらに観光案内所があるみたいなんで、先にちょっとそこを寄ってみたいと思います。それではぬいちゃん行ってみましょう。すごいお酒屋さんかな。山はこれ反対側やね、こっちやね。なんでどこ行くの？ちょっとこっちに観光案内所があるみたいなんで、さっきちょっとそこ覗いてから山に行ってみたいと思います。ここに鷹取マップあります。駐車場がこの辺りかな。もうすぐ目と鼻の先なんですけれども、駅もこの辺り。もうほぼほぼ一本道かな。改札口出て、信号を渡って一つ目の交差点を右に曲がると、ずっと綺麗なこの通りに入りますので、ここまっすぐで、途中でこの観光案内所の無双館トイレもありますので、立ち寄ってこのまままっすぐずーっと行くと、もう鷹取城跡、鷹取山頂付近ですね、到着するっていう、もうほんとほぼほぼ一本道なんで、まず迷うことないんちゃうかな。そしたらこの無双館、もうこのすぐ隣、ほらここにありますんで、ちょっと覗いてみましょう。それちょっと覗いてみましょう。地図をいただきました。鷹取城跡までの地図と、もう一枚が鷹取城内の地図です。それでは、観光駐車場まで戻ってきました。観光案内所までは歩いて 2,3 分でした。そしたらもうここからまっすぐ鷹取城を目指します。ここが松の門。この中は何、地蔵公園になってるのかな。そこに書いてるから、あ、でも立派やで、これ見たら、ほらすごい。
なんかしゃくれてますよ。どないした？この松の門のすぐ隣に公衆便所って書いてます。姉ちゃん、うん、後ろに見える山やねんけど、うん、あれな、右側、こっち側桂木山で、うん、左側あれ金剛山やで、多分。そうね。はい、OK。 はいはい。これ地図ちゃうよ、これ。これ地図違うよ。なあ。何よ、もうじゃあ嫌。もう行こう。もう行く？こんなん地図違うし。なんなんじゃあ。ニコニコ以外。あ、ニコニコ以外やんの。はい、どうぞ。ここにさ、あの写真貼っとったけど、まだ切り取って。知らん人もおるからな。うん。あれ止まった。どうした、あれ、おい。パパここピシピシってピピってピピ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 ピ。ここは気をつけながら。はい、どうぞ。 ありがとうございます。で、ここの道もまっすぐなんですけれども、うん、なんかこのここ上がっていったら俳人さんのお家あるみたいで、興味ないか。じゃあまっすぐ行こうか。危ないよ、そのとこ落ちるよ。姉ちゃんのさ、この薄着見たらさ、この動画いつ撮ったんやって思われるかもしれんけど、うん、今1月中旬やからな、うん、今日何日や、1月の12日かな、うん、そうやな。なんでこんなにあったかいっていうぐらいあったかい。ここトイレちゃうかな。トイレや。ところどころトイレがあるっていうのもいいよな。あれ、口の中まだみかん入ってんの？なあ、うん、ないやんか。さてさて、ほら。さて、ほら、うん、山道、入ってきます。はい、入ってる。いい感じよ。いい感じの道になってきたよ。みかん入ってる。もう入ってないの知ってるって、もう。はい。見てる。何した？あんたや。何してんの？なんかさ、道めちゃくちゃ綺麗じゃないか、なんか。本当だ。真っ白やで。ん？ほら、後ろ向きながら歩いて危ない。パパも知ってるよ。あ、そうやな。はい。前もこんな話なかった？前もこんな会話してなかった。ほんとや。ちょっと今危ないから上がられへんわってんな、ここは。そしてこの向かい、まあ初めてかな、こんなはっきりとした分岐点、宗泉寺っていうんかな。右側はお寺やねんけれども、高取城跡はこのまますぐってここにはっきりと出てますんで、このまますぐ行きましょう。持って行ってもいいんで。どういうパンプ、パンフレットなの。あ、いろいろな、これ説明してる。すごいな。
あ、地図も入ってるわ、そこにも。観光案内所で地図忘れたら、ここでパンフレットいただいていってもいいかもしれないな。うん。うん。ここ行ってる。違う石あんねんて。あれ？見てみたい。見てみよう。この石見て。パンフレット。あ、石垣な。すごいよ。行ってみよう。まっすぐや。ここから本当に本格的な、うん、登山ルートになってます。今現在11時55分なので、駐車場から約1時間5分ぐらいでこの辺りまで到着しました。このまま先進んでいきます。なんかところどころに案内図があるな。うん。え、どっちから行くの？だから今このさっきのトイレがこの辺にあって、うん、ずっとこっちから歩いてきた。で、このままずっとぐるーって回って、で、帰っていく。で、こう行ってこう。そうやな。で、あっち行く。そう。じゃあ、もうここまで行く。ここまで行って、どこどこどこで。車ついた。ここ行って、ピーって。で、次こう降りて行って。降りて行って。このトンネル入って行ってくるから。止めて。曲がりくねった坂道で敵が攻めてくると、坂道の木や竹を切って攻撃を防いだと伝えられている。何？場所で。だからこの道ってさ。くね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 してんねん、ずーっと長曲がりって言って、でその間に敵を待ち伏せしてここで戦ったらしい。昔、今日は俺、今日は俺のちゃうか、さすがに。パパ、あっち見て。どこ？飛行機あんで。どこどこ？あっち。飛行機。嘘ついたな。長曲がりで嘘ついたな。どっちに決闘やん。そんな細い棒で勝てると思ってんな。ほれ、ブス。ほれ、ほれ。ほれ、ほれ。ほれ、ほれ。長曲がりの途中でベンチがあります。ぬいちゃん、おれへん。どこまで行ったんやろな。おかしいな。またベンチある、ここにも。ベンチで椅子。あの、音羽さんみたいに、等間隔で、こうベンチ設置されてるからちょっとありがたいな。ここからこう、ここやろ？そうやな。ここから帰る。そうやな、帰りは。で、こっからこう行って、こう行って、こう行って。そうそうそう、で、こう行って、こう行って。で、こっち歩いて行って、ここのトンネルこうやって入っていって。2回目や、これ。面白いよ。さっきもやったやん。面白いよ。そう？ここ分岐点になるんですけれども、右が岩屋不動で、左がもう本丸で、ぬいちゃんもう先々行っちゃったんで、このまま本丸の方上がっていきたいと思います。上にぬいちゃんがいます。ほら、猿石、ぬいちゃんそっくり。オッケー、よし、じゃあぬいちゃん行こうか。行こう、ぬいちゃん。行こう、ぬいちゃん行こう。あ、何してんの？違う。あ、こっちか、こっちか、こっちか。猿石から本丸まであと860メートルって書いてんねんけど、もうそこにさ、ほら。パパ、ここで猿なんで。
あ、こんなとこに猿いるし邪魔やな、こっち。ぬいちゃんでした。あ、ぬいちゃんやんか。何だこれ。八幡宮って書いてんだ、ほら。あー、なんか本格的な感じになってきたな。鷹取城跡の入り口付近、入り口付近で約2時間かな、12時50分になりました。ここ左見て、ちょっとほら、これ息になってるんちゃう、なんかシマシマみたい、シマシマみたいになってるよな、うん、これ太陽で当たってるやん。うん、そう、太陽の光が当たっててさ、結構これ透明度あるよ、思ってたより。綺麗よ、下の中の落ち葉とか綺麗に見えるもん、こうやったら。ああ、もう現在地がここなんで、鷹取城跡の目と鼻の先です。パパ、はい、このお城はあったん？そう、そんなお城がこの、ね、積み重ねられた岩の上にあったんやろな。で、こんなんが屋根？ん？それが屋根？そうやな、そんな屋根やったんかもしれんな。うん。何、折り紙してんの？ん？ここさ、うん、分岐点になってんねやんか。うん、まあ多分、多分というか、まっすぐ行っても何か見えるようなところがあるみたい。で、このまま、今右から来たんですけれども、このまままっすぐ行くと本丸があるみたいなんで、本丸ってね。本丸って、まあ、あれやな、お城の中心みたいなとこやな。ちょっと行ってみようか、本丸の方な。うん。うん。まっすぐ行ってみよう。まあ、見て、本格的な感じになってきたよ。千早門跡。お城の中ですよ。この辺完全にさ、うん、もうお城の跡ってわかるやん。うん、あ、めっちゃ地図もあんねんの。めっちゃあるよ。そうやね。めっちゃ地図ある。こんにちは。わかりやすい地図。あー、すごいな。綺麗。そう。あ、ここにベンチもあるし。ベンチって？ベンチって椅子。でさ、あっちにさ、向こうにちゃんとトイレもある。ちょうどこの本丸付近に。バイオトイレもあります。綺麗と見てみよう。綺麗、ここに一応ほら三大山城の説明板あるみたいです。よし、本丸上上がっていこうか。あー、すごい。うん、すごいぐらい今日。あ、さっき行ったところや。そうだ、ほら、危ないで、気をつけや。うん、怖いわ。うん、この辺りが、太鼓櫓って言われてる場所になるんですけれども、ちょうどここ見晴らしも良くて、でベンチもあるんで、ここで休憩したいと思います。で、この真正面もう本丸になっています。そしたらちょっと休憩しましょう。いただきます。いただきます。今日はさ、1月の中旬やから、うん、
すごい寒いやろうなと思って、カップラーメン用意したんですけど、信じられんぐらい暑いよな。このぬいちゃんのこの服装、見てもらったら分かると思うんですけど、このあったかさ信じられへんな。虫も飛んでたしな、カーもおったしな、さっき。1時間ぐらい休憩してしまいました。そしたらこのまままず本丸の一番上まで上がって、そっから降りていきたいと思います。ぬいちゃんそっちちゃうで、上行くんやろ。一番上まで上がっていってみよう。まあ、樹齢700年って書いてる。すごいよこれ、ほらずーっと。多分ぐるって回っていくんやろな、反対側に。こうやってこっち。そう。本丸って書いてる。あ、この家があったん。みたいやな。お城な。お城これ。上手に作ってんの、これ木で作ってんのかな。本当よ。そう、悪い人入らんようにしてみたい。そう。ちょっと上がっていってみようか。この綺麗。そう、ここが本丸、一番大きなお城があった場所やな。ちょっと向こう見てみようか。階段もある、あそこ。本当だ。三角点かな、これは。どっち？大切にしましょう、三角点って書いてある。そしたら姉ちゃん、今2時45分、もうすぐ2時50分なんで降りていきます。よし、そしたら途中まで戻っていきましょう。さっきの道、さっきここ休憩してた場所まで戻ってきました。で、来るときはこの右側から上がってきたんですけれども、降りるときはこの左側から降りていきたいと思います。わあ、すごい井戸、井戸があるんだ。こっちも歩きやすい道やな、すごい。もったいないおじさん。なんか新しいのできた。メガネのおっさんに続いて、もったいないおじさん。ほら。トイレもある、ここ。こんなとこや。ああ、そういうことか。だから、さっきさ、この辺に本丸があって、パパとぬいちゃんここでお弁当食べて休憩して、こっちからでも帰れんねん。途中の道。つぼさか、ぐちもんからでも。今どこ？今ここ。で、パパとぬいちゃんはこの、ちょっと車道を歩いてきたわけやな、今。で、今ここや。現在地で、これを大きくするとこっち。今現在地がここなんで、このまままっすぐ降りていったら五百羅漢があって、坪坂寺があって、あ、そこ行きたい。行く？じゃあこのまま左やな、行きましょう。左ってどっち？こっち、こっちで。こっち？そう。
鏡映ってんの、あ、パパと抜いて映ってるみたい。こうやってとこ見たね。あ、そう、はい、ここにこうやって、ちょっと軽かったから。見えてた、見えてた、バレた、見えてないの。うん、まあ、見えてない。こうやって、こうやって、うん、変えとったな。風船走りしよう。風船走り、そんな走り方あるの。こう、こうやって、カー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 、なんかコサックダンスみたいけど、こうやって、あのさ、この風船に、こう、それって、風船走りじゃなくてスキップじゃん、それ。じゃあスキップしようか。じゃあ風船走りどうなった。ほら、わかりやすいように標識がある。この階段上がっていったら500羅漢って書いてるから、ちょっと見に行ってみようか。ほら、おばさんもおる。おばさんどこ。ほら、ほら、あれ、これは誰。ここさ、この横の方がすごいかも、これなあ。これなんかもう完全に岩で作られてるやんか。なあ、あーと思った。これはもう完全に岩で作られてますよ。あと、お腹すいた。この500羅漢までだいたい山頂から降りてきて、55分ぐらいかな、約1時間ぐらいでこの辺り到着しました。姉ちゃんはみかん食べながらこのまま降りていきます。なんかここからでも上がっていけるみたいだな。ここから上がるとどこにどうつながってたのかちょっとよくわからないですけど、まあこのまま車道ずっと降りていきます。わあ、すごいな。松坂で、え、松坂じゃ、つぼさか寺かな。でかいね、ここ。でかいな、立派なお寺やな、うん、ちょっとゆっくり見に行きたいけど、ちょっと今日はもう時間がもうすぐ4時なんで、このまま真っすぐ帰りましょう。昔はさ、ここにいっぱい人おったんかな。ここでな、ここでご飯とか食べたりみんなしてたんかな。ここ賑わってたんかな。坪坂山駅行きのバス、 T 字路みたいなところに着いたんですけど、一応こここの標識には右行ったら坪坂山駅とかありますって書いてるんですけど、これ左からでも行けますんで、このまま左まっすぐ降りていきます。坪坂山駅右行って出てるんで、ちょっと小さい道やけど、ここから降りてきます。もうすぐかな。この道に見覚えありませんか。覚えてるけど覚えてない。どっちやねん。どっちも。はい、じゃあどっちでしょう、教えて駐車場。こっちが覚えてる。うん、この地図は分かるけど、うん、こっちは分かる。正解はこれ左でした。郵便局があったもんな、ここに確か。これ、今時間が4時55分です。約2時間ちょっとで、山頂から降りてきました。姉ちゃん、今日山どうでしたか。楽し
ったし、それで終わり。終わり？山頂、あ、鷹取城跡すごく良かったです。綺麗かったしなあ、あの景色は正直あんまり綺麗にあの景色が見るような場所はなかったんですけど、鷹取城跡がもうすごく綺麗でな、あのお弁当とか山頂で食べたらとても気持ちいいんじゃないかと思います。私は満足です。満足面白いそしたらもうちょっと暗くなってきましたんで、あの最後にぬいちゃん一言、何でもいいんでお願いします。ぬいチャンネルオッケー。はい、それはいい。